皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は2泊4日フィリピンへの弾丸旅行について取り上げます。名古屋からフィリピンへはフィリピン航空とセブファシフ航空、そしてジェットスターがあります。今回はセブパシフィック航空に乗ってきました。いわゆる LCC です。フィリピンといえばやはり治安の問題が気になります。マニラはあまり良くないと思いますが、セブに関しては、治安悪くなく安心して歩くことができました。今回の旅ではリゾートを楽しむというわけではなく、市街地の散策にはなりますが、ぜひ参考にしてみてください。Flight IP2055. Please come to gate 54. Thank you.